ドラゴン作「哀愁の花馬海岸」第32回。では次のニュースです。明日から毎年恒例の宇宙市役所新人研修が始まります。研修用のシャトルに乗った新人公務員たちは花馬星に降り立ち、市民からの依頼に何でも応えて。さて、悪の秘密結社イタチだが、現在 SE に潜伏し悪の計画を練っている。採用試験合格おめでとう。君は晴れて宇宙市役所職員となった。宇宙の人々の生活を守る素晴らしい仕事だ。早速実地研修に入ってもらう。研修地は花馬星。君は万能ロボットロビットに乗り込み、その星の住民たちからの頼み事を一つ一つ解決していくのだ。では健闘を祈る。あれ、これは大変だ。どっちかな。あ、市役所のお兄ちゃん、僕をお家に連れてってください。あのね、僕ん家の屋根は赤いんだよ。
Yeah.